なでなで。さて、本日もアニメレビューの時間です。次回予告が意外と好評で良かったですね。そうだね。いろいろと狙いはあるんだ。狙いですか？まず、次回予告を入れることで、そのレビュー動画のアニメを好きで見てくれた人が、次回予告をした作品に興味を持ってくれるかもしれない。なるほど。基本的に、一つの動画で一の作品のレビューしかしませんからね。そう。これで次回予告を入れて、一動画で二つの作品を紹介できる。そして、次回予告を入れることで、私も、見る作品を迷わない。結構見る直前に気分で決めたりするんだけどね。動画を上げた時点で次に見る作品を決めておけば、見る作品で悩む時間が少し減るんじゃないかなと。いろいろと狙いはあるんですね。まあ予告してしまった手前、次見る作品が縛られるってのはあるけどね。龍さんは気分ややからな。そんなわけで、今日のレビューはこちら。彼女と彼女の猫だよ。ん？白黒ですか？そう。この作品、君の名はで有名になった新海誠監督による自主制作短編アニメなんだ。まさかの新海誠監督。ちなみに、本編は5分ほどで、現在は新海誠監督の YouTube のチャンネルで公開されてるよ。概要欄にリンク貼っておくので、本編見てみてね。無料で公開されてるんやね。この作品のすごいところは5分しかないんだけど、その5分で、ああ新海誠監督作品だってすごい感じるところなんだ。ほう。物語は、主人公である猫が拾われるところから始まる。彼は雨の日に一人暮らしの女性に拾われる。そんな雨の日の音の表現、部屋の中で鳴り響き、電話の音と新海誠監督らしい雨と音へのこだわりをひしひしと感じるんだ。新海誠監督は雨好きですもんね。日々の生活の中で聞こえてくる音、移り変わる季節を感じる音。この作品は5分の中で様々な音が聞こえてきて、目でなく耳だけで聞いてみても風景を想像できるような音の表現があるんだ。背景の書き込みやばいですね。というか白黒なんですね。そう。あえて白黒にすることで雰囲気を出してるのもあるし、個人制作だから色を塗るまで手間をかけられなかったのかもしれないし、もしかしたら猫目線だということを意識して、猫の色彩感覚としての白黒なのかもしれない。解釈はいろいろあるってことですね。猫のキャラデザかわええな。この作品は、猫の目線で、一人暮らしの女性との生活、そして、季節の移り変わりが5分間で描かれる。なんて、ことのない日常、過ぎ去りし季節、何か、大きな出来事が起こるわけではないし、何かが起きたところで、猫にはどうしようもない。猫は、ただ、彼女のそばに寄り添うだけ。そんな猫の気持ちを、ポエミーに、新海誠監督自身が語る。まさかの語りは新海誠監督自身なんやね。そう、指摘で聞いてると、少し気恥ずかしさすら感じるような、ある意味で、新海誠監督らしい言葉による表現が、この作品の雰囲気をより良くしてるんだ。簡単言えばチェリーボーイっぽい感じやな。そう、その青臭さや気恥ずかしささえ感じさせる言葉選びが、何気ない日常を、何気ないままに感じさせてくれる。たった5分しかない作品だけど、この5分で、いわゆる、新海誠イズムみたいなものをひしひしと感じるんだ。あ、このシーンは、天気の子っぽいなとか、君の名波っぽいなとか、今見ると、そういう楽しみ方もできる。才能とセンスのある監督は、たとえ5分でも、監督自身のこだわりが、きちんと見えてくるもんやな。そうだね。たかが5分だけど、されの5分なんだ。新海誠監督作品が好きな人には、ぜひ見てほしい作品だよ。無料で公開されてるなら見るしかないですね。今すぐ概要欄から飛ぶんや。じゃん。鬼に家族を殺され、妹も鬼にされた、かまど、炭治郎。彼は鬼殺隊に入隊し、鬼から人を守りながら、妹を元に戻す方法を追い求めていた。次回批評、鬼滅の刃、お楽しみに。